やあ、親愛なる CEO のみんな、そしてハムスター仲間たち、今日は僕たちが経済的自由に一歩近づく日だよ。心構えの工夫から結婚前に尋ねるべき質問まで、素晴らしいファイナンスの知恵をお届けしよう。インドでは真剣なモノポリーゲームが展開されている。なぜ多くの人々がピーナッツほどの収入で暮らす一方で、ハムスターのケージを金のフレークで埋められるほどのお金持ちがいるのだろう。もし僕がスクルージ・マクラックの近くに住んでいたら、間違いなくそのドアをノックしておやつをせがんでいるはずだ。だけど分かったのは、人々がお金持ちを襲わない理由が僕たちの小さな脳にあるってこと。これがどのように機能しているのか見てみよう。インドでは貧富の差が非常に大きい。つまり月に8ドル稼ぐ人と億万長者がいるんだ。どうしてそんなことが起こると思う？億万長者の近くに住む人がドアを叩いて食料を奪わずにいるのはなぜなのかな。彼らはこう説明する。私たちの脳は他人の成功に対処するメカニズムを発達させているんだ。私は自分より成功した人を見るとき、自分の脳がどのように反応するか見たことがあるよ。一つはその人が運が良かっただけと思うこと。もうよくある反応だね。もう一つはその人が財産を相続したというもの。さらにもう一つはその人が財産を盗んだというものだ。そして5番目に初めてこう考える。あの人から学べる何かがあるのではないか、それで成功したんだと。どうやら僕たち小さなハムスターたちはただそこに座っているように配線されているようだ。でももし君が小さなプラスチックのトンネルの中にいるなら、せめてトリックの一つでも学んでみたらどうかな。それとも嫉妬していないふりをするだけ。まあそれもありかもしれないけど、自分で稼いだお金をキラキラしたおもちゃや派手な車に使っていると気づいたことがあるなら、話し合う必要がある。破産ハムスター急行に乗る人生を送りたくないなら、3つの大きな禁止リストを見ていこう。裕福になるまで絶対にやってはいけないことが3つある。1つは贅沢なライフスタイルをすること。5つ星ホテル、高級料理、デザイナー服、あげたらキリがない。これらはあなたを貧しいままにする。代わりに株式、暗号通貨、不動産のような資産を購入しよう。そうすればあなたが望む生活を送ることができるよ。その2、高価な車に乗ること。自動車は富を消耗させる最大の要因だ。すぐに価値が下がるのに一番高価な買い物だ。安いものを買ってとことん使い倒そう。その3、友人や家族にお金を貸すこと。これはいつもトラブルにつながる。彼らは決してお金を返すことはないからね。本当に助けたいのであればお金をあげてそれをチャリティーと呼ぶべきだ。つまり裕福になりたいなら、贅沢を愛するふわふわの毛玉のような生活をやめて、5つ星ペレットや高級ベッドを手に入れちゃダメってこと。回し車は僕に必要な唯一の乗り物だけど、それでもやっぱりライフスタイルを維持していとこたちをおやつの隠し場所に近づけるわけにはいかないよね。勉強になったよ。お金を吸い取るといえば、スナックを吸い上げるハムスターのようなものだ。結婚前に本当に考えておくべき3つの質問をして、新しい家族が一瞬で崩壊するのを防ごう。花やラブソングは忘れて借金について話す。これが将来に大きな節約をもたらすかもしれない大切な会話なんだから。結婚前に聞くべき3つの質問は何だと思う？最初のデートで、ねえどれくらい借金がある？とか、収入は？とか、人生の計画は？と聞くのではない。借金についてどう考えている？と質問するんだ。つまり資産を構築する際の価値観は何かを知ることが重要だ。それはその人の今の状況よりもはるかに多くを物語ってくれる。私は借金のない億万長者を見つけなさいというつもりはない。そういうことではなく、彼らがどこに向かおうとしているかが重要なんだ。なぜなら借金を抱え続け、収入よりも多くを使い続けるのであれば、長い間一緒にいられないかもしれないからね。今のアメリカにおける離婚原因の一つが金銭問題であることが分かっている。すごい。最初からそれを避けることができるとしたら、それは良い質問をすることで実現できる。例えばお金に関するあなたの価値観は？育った家の教育背景はどうだった？お金について話されてたかな？これはとても興味深い質問だ。なぜならそれはあなたがどのようにお金を考えているか、そしてお金に対するパラダイムについて多くを語っているからね。一番の問題は、自分より人気のあるハムスターを持っていても大丈夫？かと思ってたよ。だけど借金や価値観についてまるで大きな取引を交渉するかのように話し合わなければいけないと分かった。もし稼いだ以上に使ってしまうなら、それは危険信号。今のうちに厳しい質問をしておいた方がいいね。さもないと最後のレタスの葉をめぐって喧嘩する羽目になるかもしれないよ。さらなる知恵を求めて、ぜひ高評価とチャンネル登録をしてくれ。次の動画でまた会おう。そして忘れないで、ハムスターはパワーだ。一人はみんなのために、みんなは一人のために。さようなら。